で、なぜ僕がね政治化してるのか、選挙をやってるのかっていうのを聞いていただきたいなと思って、やっぱり政治っていうのは宗教と違って本当のこと、科学的根拠があることを言って、その解決策を提案していかなきゃいけない、それすごく大事だと思っています。で、我々は8年前 NHK のこの悪質な集金人の訪問にお困りになっていて、そういう集金人たちを撃退していきました。おかげさまで今年の10月をもって NHK の集金人は全廃されました。NHK にお金を払いたくない人の権利を守る活動し、それが 100% ではありませんが、ほぼもう 80%、90% というところまで来ております。NHK にお金を払わない人をお守りする。これ、すごく大事な政治的な役割だったんです。もちろん今も現在進行形ですが。まあね、ちょっと他の政党とか聞いてると、ちょっと宗教みたいだなっていう、すごい思ってるんですね。農薬がどうだこうだとかね、食べ物が危ないとか、いや、そんなの本当なのとかね、まあいわゆる陰謀論的なことをね、アメリカがどうのこうのとか言ってるんですけど、いや、それってどうするのよ。要はね、政治家っていうのは自分たちが語って理想論を語りたがるんですね。こういう日本を作っていくんだって言うんですけど、それ逆なんですよ。まずは市民の皆さんの声を聞く、それに解決できる方法があるのかどうか、それが政治的な問題なのか、それとも政治的なことではないのか、それをしっかりと分析し、分解をし、政治的な問題で解決できることは、合理的な方法でしっかりと行動していく。議会議員選挙の投票率って大体 33% ですよ。有権者の3人に1人しか投票に行かない、3人に1人は選挙に行かないんです。これは他の政党の人たちの意見を聞くと、これは政治家がおかしいんだ、政治が悪いんだ、選挙に行こうって言うんですが、全く逆ですよ。有権者が選挙に行かないということは平和なんです。安全なんです。日本の戦後間もない頃は投票率が 70%、80% ありました。外国に行っても投票率が高い国ほど貧しい、子供がたくさん死んだりとか、満足な医療が受けられない、そういう国がいわゆる成長してない貧しい国ほど投票率が高い。もちろん日本だってこの先、餓死者が出たり、戦死者が出たりすれば投票率上がっていきます。でも投票率が低いということは素晴らしいことなんですよ。で、そんな中で唯一 NHK の問題だけが10年前からありました。政治家はテレビ局と一緒に悪いことをしないと当選しないから、だからいまだに我々 NHK 党以外の国会議員は国民の皆さんに受信料を払えと言ってるんですよ。おかしいでしょ。でも ありがとうございます、すみません、どうもありがとうございます。原因はっきりしてるじゃないですか。テレビに悪口を言われたら国会議員は当選できない。だからテレビ局と戦わない。そのテレビ局は何をしてたかって言ったら、ジャニーズ問題ではっきりしましたよね。地区のジャニー喜多川を50年、60年無視して、あるいは無視したどころか、一緒になって擁護してやってたでしょ。テレビ局の人たちは。裏金いっぱいもらって、そして女性の接待を受けて、それがテレビ局の実態で、でも国民の皆さんはテレビ局によって洗脳され続けてきたんですよ。テレビが言うことが全て正しいと思い込まされてきていた。今だってその傾向変わらないですよ。今、私人逮捕系 YouTuber が逮捕されて、確かにあれいけないこともあります。でもテレビは一斉に支持に逮捕系 YouTuber は悪いんだってやります。でも本当に悪いのは痴漢をしたりとかね、覚醒剤を売り歩いているような人たちが悪いんですよ。そこに対して目を向けることもなく、ちょっと目立ってるそういう人に対してテレビは視聴率が取れるから、知人逮捕系 YouTuber は悪なんだって感じで皆さんを扇動していってる。でこの扇動がねかなり溶けてきましたよ。今ね YouTube やインターネットをご覧になって情報を得てる人がたくさん増えてきましたから、我々のような白くまっとうなことをね言っている政党もあれば、ちょっとこれオカルトじゃないの、宗教チックだよね、科学的根拠ないよねっていう政党もちょっと伸びてきてます。でそれが、まあ、一番分かりやすい顕著な例が参政党というところですよね。1年半ぐらい前に国政政党になりました。でも今すごくトラブルが起こってますね。嘘ばっかりついてるからです。農薬は健康を害するとか、もちろん体に悪い部分も入っているけども、そうは言ってもある程度の量であれば国が検査して OK を出しているものもですら否定をするような政党が現れてきて、インターネットを使ってねテレビが悪いと言いながら、やれ農薬がどうだとかね、アメリカがどうだとか、小麦を食べたらどうだとかいう政党が出てきました。ただこの参政党というところもですね、昨日の夜私夜中に電話がありまして、もう立花さんもお願いしますと、やはり立花さんが言っていた参政党に対する問題は立花さんの言う通りでしたと、今度ね一緒に私と YouTube 出て参政党のね昔我々に対して僕に対して反抗してた人が謝罪の電話がありました。で今参政党には東京地検特捜部の捜査が入っているという情報までいただきました。参政党のお金の流れについて、今、東京地検特捜部が調べているという情報まで入ってきております。要はね、我々何が言いたいかって、10年前からしっかりこの NHK 問題やってるんです。ただ、NHK の問題でクレーム一つもないでしょう。ここが一番の自慢なんですよ。NHK から裁判されました。NHK から国民を守る党に連絡しました。言ってた通り、裁判費用や NHK の受信料を払ってもらいましたって声しかないでしょ。素晴らしいことですよ、これ。必ず私が対応して、裁判費用、受信料を払ってるんですよ。これ10年間やってきました。もっと前からやってます。僕が政党、政治団体を作る前からやってます。この積み上げがすごく大事なんですよ。政治家、特に市議会議員は市民の声を聞くとよく言いますが、携帯電話の番号すら公開しない人がほとんどだったんですよ。まずは携帯電話の番号を公開して市民の声を聞く、そしてその聞いた声をしっかりとそういう問題、トラブルを解決していく、その一つ一つの積み重ねなんです。僕もいまだに携帯電話の番号を公開してます。それは政治家として当然のことですよ。先ほど申し上げた参政党、あれね、無理です。国民が一人一人寄り合って政治に参加しようってやったら、それは無理です。国民はそこまでぶっちゃけ賢くありません。ここははっきりと言わなきゃいけません。組織というのは、一部の頭のいい人たちが引っ張っていくことをしないと伸びないんですよ。ああいう理想論をやってても無理です。ただ、政治家のトップになろうとする人たちは、する人間は、まずは弱者の気持ちになって、弱者のために税金を集め、使える人間、これが大事だで、日本の政治家、これからもっともっとお金持ちを政治家にしていかなきゃいけない、日本の政治ってそういうもんです。私が目指している政治というのは、もうしっかりと自分で経営者としてお金を稼げる人を、国の国会議員になってもらって、その人たちはお金を気にすることなく政治に集中する、そして福祉の力が必要な病気や怪我、高齢の方にしっかりと手厚い福祉サービスを提供していく。で、自分で働ける方はしっかりと働いていただく。しかし事業に失敗したり失業したりした時には最低限の生活が安心して営めるセーフティーネットを高めていく。これがこれからの政治に求められている、今の時代に合った政治の方向性であると確信をしております。選挙ね、平和だと思うんだったら行かない方がいいですよ。選挙に行こう行こうと言ってる人たちが本当に危険だからです。私のクソ真面目な街頭演説を終わりたいと思います。ご清聴ありがとうございました。ありがとうございました。NHK をぶっ壊す。